相手がクローズドガードを僕がしているのに相手が首をすくってくると思ったら左手で相手の首をフレームで止めて右手で腕をすくいます。でこのままだと決まらないんでちょっと向き変えてもらっていい？この、形を作った時右足で床を蹴って腰をずらします。そしてこの左足を出して相手の肩をで全身を止めます。これが出たら左足も右足も上に抜いてしっかり膝で相手を挟みます。そうすると相手が前に出てこれないですね。だから腕が伸びてしまうのでその腕を決めます。